メイです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、本日の企画はメイの毎日メイク紹介です。イエーイ。毎日メイクは多分1、2年くらい前にゆずはちゃんとかのやったことがあるんですけど、それ以来なので超久しぶりのメイク紹介になっております。今のすっぴん、下地だけやってるんですけど、ほぼすっぴん状態で前髪ガン上げで登場したんですけど、早速メイクを紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それではメイクをしていきます。で、今下地ファンデーションとかは終わってて、まず使ったものだけ紹介します。下地はこれです。Google の画像検索とかでお願いします。はい、こちらです。ニキビができやすい体質なんですけど、なんかニキビがあるのにメイクするのがちょっと嫌だったんですよね。で、なんかニキビにいい下地とかないのかなって探してた時に見つけたのがこちらで、ニキビ肌をカバーしながら使える下地だよってことで、こちらを中1くらいから使ってる。下地はこれ使った後にファンデーションだいぶ使ってて、とても見せれたものじゃないんですけど、レブロンカラーステイメイクアップ N200 番を使ってます。最初ファンデーションがティルティルのクッションファンデを使ってたんですけど、肌に合わなくてなんかパッサパサしちゃって、リキッドタイプに変えてから調子いいので使ってます。これはお母さんのですね、パクりました。はい、とりあえずなんかないかなと思って探したら、いいのがあって使い続けてます。続いてコンシーラーはこの2つを使ってます。オリジナルミネラルコンシーラーです。ほんと使用感すごくて申し訳ない、もう普段から使ってますよっていう。で、もう一つがマジックコンシーラーピンクベージュ C ってやつです。これでニキビとかすごいので隠してます。下地はこんな感じで終了です。次はパウダーをしていきます。パウダーがないとベトベトしてしまうのでサラサラにしていきます。パウダーを使うときは付属のクッションじゃなくてブラシでやるようにしてます。パウダーが終わったので顔に影を入れていきます。シェーディングとかローズシャドウをしていきます。シェーディング、輪郭に入れるのと鼻筋を作っていきます。使うのはこの3つ、ルム&のアイシャドウなんですけど、このね、この色がめっちゃシェーディングするときにいいので使ってます。 UR グラムのアイブロウパウダーを鼻筋に使ってます。まず輪郭を消していきます。影を作っていきます。ここね、取ってちょっとトントンってしてから、これなんかねぶっちゃけ意味があるか分かんないんですけど、まあ、やったら気持ちシュッと見えるなって思ってるのでやってます。あ、そう、あとお伝えし忘れたんですけど、最近つける日とつけない日があるんですけど、カラコンを使ってて、いつも使ってるのがリバーカラーワンデーナチュラルモイストレーベルってやつを使ってます。今日はね使ってないです。時間がかかるのと、今日もうお外に出ないのでワンデーをね今使っちゃうともったいないっていう気持ちで、そうしましたら鼻筋ですね。鼻筋はこちらの筆を使って描くんですけど、2色あって、なんかピンクブラウン系の色と、まあ、ブラウンって感じの2色を使ってるんですけど、メイクによって変えてるんですけど、今日はこっち、を使います。これは下の2色を混ぜて使います。ここをこうクイッて、彫りが深く見えるように。カメラ越しだとだいぶ濃く見えるけど、鏡だとでもなんかめっちゃ濃いですね。でも大丈夫です、カメラ越しのだけなんで。下のここかなんかあんまりさーって長く描くと面長に見えちゃうので、鼻がね顔の中で一番コンプレックスというか好きじゃない形をしているので、あ、長く描いちゃった、寄ったそばからもうちょっとね鼻のメイクはよく研究してやってます。小鼻がねちょっと見せたいので、ここから縦線を2本下
たら上のライン、あ、半円みたいな、ここに半円描くようにしてます。ぼかす、これ全部外側にぼかさないと鼻が黒く見えちゃうので全部外側にぼかします。どうですか、こんな感じ。眉毛は最初から結構しっかりやるタイプなんで、あんまり濃くはしないんですけど、気持ち程度に描く。これで茶色くします。これもね、使いすぎて名前が消えちゃってるんで、画像検索、みんなどこか知りたかったら画像検索してください。あ、ごめんなさい、本当に。で、眉毛茶色くします。もう見ても全然違うでしょ、茶色みたいな。なんか、なんていうの、茶色い方が垢抜け感っていうか抜け感が出るからね。なんか毎日メイクとはいえ、ほぼ毎日メイクがちょっと違うんですよ、絶妙に。自分の中で決まってるメイクが3パターンくらいあって、それを使い分けてるんですけど、今日は一番やることが多いかな、大人っぽいメイク。ピンクラッテの撮影とかでもよくやるメイクです。これ茶色くした上から、さっきご紹介した UR ブラの3色うまく使って綺麗に見せていきます。この付属のちっちゃいチップを使って、いい感じ。はい、アイシャドウをやってきます。今日はね、服も黒っぽいし眉毛も茶色にしたので、ピンク系ではなくてオレンジとかブラウン系のメイクにします。本当にさ、私いいことだと思うんだけど、物を大切に使ってるから、全部名前が剥げちゃってないんですけど、これは覚えてる。これはエチュードハウスのアイシャドウです。単色のアイシャドウ、結構いいの多いからね。これはお友達にもらいました、大好きな。これを全体に塗ります。薄めに最初、そしたら涙袋にも薄めに入れます。なんか赤いなって感じですよね。そしたらこちらもボロボロなんですけど、エチュードハウスの、プレイカラーアイズミニピーチジェリーのアイシャドウパレットのこの色、ここの色を目尻に入れていきます。目尻は濃いめの色を入れるようにしてる。そしたらこの同じ色を目尻のなんてくの字に入れます。こうくの字に入れるとトロンとして見える、目がトロンって、ね、ちょっと釣り目じゃないんだけど、釣り目気味ではあるから、垂れ目ではないから、自分の理想の顔に近づけるようなメイクします。はい、そうしましたらこちらのこの色、目頭側にのせます。そしたらこのブラウンをちょっともう一回さっきのくの字に入れたところに重ね塗りします。まず目尻側からで軽く目尻に入れます。軽く。そしたら危ない、これめっちゃ使ってる、リンメルショコラスイートアイズ22番、022番、こちらチップがついてるんですけど、太いのと細いのがついてるんですけど、この茶色をここ目尻のここ際に、あ、目尻じゃない、ここ、ん、目尻、あ、違う、涙袋の際に入れてきます。わかる、ほら全然違うでしょ、なんかタヌキっぽい顔になる。はい、次はなんかここちょっと茶色すぎるので、いつもこちらのキャンメイクの、クリーミータッチライナー04番、こちらなんか結構赤みの強いブラウンというか、そんな感じの色で軽く塗りつぶします。まつげの生え際を埋めるイメージ、こんな感じ。そしたらキラキラしてた方が可愛いのでラメをのせます。今日はゴールド系のラメにします。さっき出てきたロム&のこれを使います。これは指でのせます。
まあ、キラキラしてるんですよ。そしたらごめんなさい、なんか順番バラバラなんですけど、先ほどのこちらで涙袋を作ります。今度はこの3番目の色を使って涙袋全体を縫い通します。なんかめっちゃ濃く見える。結構ぷっくり見えてるんですよ。線がないとただの、ね、涙袋が赤い人なので、涙袋の影をこちらのセザンヌの各二重ライナー影用ブラウンで描いていきます。涙袋の線を端から端まで描いちゃうとちょっと描いてる感すごいので、これも黒目の下あたりだけを描きます。OK。 そしたら私結構二重ははっきりある方なんですけど、描き足します。まあいいか。そしたらアイライナーです。涙袋寂しいのでケイトのエレクトリックショックアイズで右側の色で涙袋の内側だけ塗ります。はい、そしたらアイライナーをやっていきます。今日はブラウンでいきます。ヒロインメイクスリームスキヒロインメイクスリームスリもう一回ヒロインメイクスリームスじゃあ分かりました、はい、ヒロインメイクスムースリキッドアイライナースーパーキープ02番です。これブラウンのアイライナーになってます。じゃあすごい難しいのでガチでやります。いいんじゃない。オッケー。そうしましたら、そう、目がちょっと離れ目なので、切開ラインを描きます。さっきのキャンメイクのクリーミータッチライナーで描きます。描いたら、ちょっと赤すぎるので、ブラウン系のアイシャドウでぼかします。さっきのロム&のこのブラウン使います。これは筆で、こちらの斜めってる筆を使います。これでね、ちょっとぼかさないとめっちゃ描いてる感がね、困っちゃうので、こっちめっちゃいいんだけどね、まあいっか。ちっちゃなこと気にしてはいけません。次はまつげです。まつげに使うものは3つあって、こちらの3つです。ビューラーとまつげ下地みたいで、これがマスカラです。これをやるんですけど、まず最初にビューラーをね、ドライヤーで温めてから上げるとめっちゃ上がるんですけど、今日は大人っぽいメイクなんで、そんなギャンギャンに上げたくないので普通にやります。そうね、まつげよく長いって言われるんで、お気に入りまつげは、うん、まつげ上げるか上げないかじゃ全然違うからね。ほら、下まつげも上げます。これ逆さまにして、そうしたらキャンメイククイックラッシュカーラーセパレート01番、これがすごくて、今束感まつげ流行ってるじゃないですか。これがあれば作れます。これね、学校のスクールメイクとかにもいいと思う。これだけ塗ればまつげの束感と長さがちょっと出るからいいんじゃないでしょうか。たらマスカラです。何か忘れてる気がするけど、もう気にしない。キスミヒロインメイクボリュームアップマスカラスーパー WP02 番です。これはブラウン系のやつになります。めっちゃブラウン。ヒロインメイクのまつげ系の化粧品ってすごくボリュームが出るんで、控えめに色つける程度で、もうすでにねだいぶボリュームが出てしまうので、つけすぎたらこちらです。これ鼻が、あーメイの髪の毛、こちらでダマになってるとことかを取ります。完璧。そしたらハイライトをつけます。鼻の頭と5と唇の上と
ブラシでほっぺ、顎、おでこ。このハイライトはみんな知ってる人もいると思うけど、セザンヌのパールブルーハイライト01番、シャンパンベージュ、シャンパンベージュです。忘れてることないかな？いつも何かしら忘れてるんですよ。あ、口角描きます。これ口元がすごく可愛く見えるので。こちらはロマンドのアイシャドウパレット、先ほどとはちょっと違うやつです。この2色を使ってうまく描いていきます。で、この斜めの筆を使って上に(笑)そしたら唇のこの M になってるところのへこんでるところの上に影を入れます。あ、リップです。リップはもう先に保湿リップしてあるんですけど、一回軽くグロスをね、乾燥しちゃうので。こちらのグロスはボリカのリッププランパー UV プラスです。こちらキャンディードールスフレリップモーブピーチ303番を全体に塗ります。で、ちょっと M 字っぽくしたいので唇をここを消して、ここもちょっと消します。はみ出てるとことかね。で、いったらこちらアピュージューシーパンティント PK01 リップカラー、こちらを唇の内側に塗ってきます。塗れたらなんかちょっとあんまり自然な感じを出したいので外側にぼかします。はい、そしたら最後ちょっと赤めの使いたいので、これは本当にあの下地に過ぎないので、これ最後に使いたい色をのせるんですよ。この工程の次に赤にしたいと思います。この色めっちゃ可愛くて、キャネルのなんとかココグロス812番。オッケー。そしたらあのさっき言った通り M 字をね強調させたいので、いらないとこは消します。そしたらちょっとあの上からさっき影を重ねたせいでハイライトが消えてしまったの、のせます。のせすぎました本当に手際のある。めっちゃぷっくり締めるでしょ。どうでしょう。はい、一通りこんな感じです。完成。チークは使わないですね、普段あんま。大人っぽい感じのメイクです、今日。あ、そうだ、前髪だけ整えていきます。ちょっとお待ちください。はい、前髪を整えてきました。髪の毛と前髪をね、整えてきました。メイク完成。もう別人ですよねはい、ビフォーアフターすごいでしょ。もうなんかすっぴんだれみたいな。もう私毎回思うの、モーニングルーティーンとかさ、してから撮るじゃん。だからさ、ドすっぴんをさ、こう晒してさ、ああってなるんだけど、やっぱメイクした顔でしかね、勝ちませんね。一気に血色感というか、顔がはっきりしましたね。結構ね、めっちゃいろんなメイクをするから、毎日メイクって言っても、さっき言った通り3パターンくらいね、メイにはメイクのパターンがあって、そのうちのね、一つに過ぎないのでなんか他の機会があってご紹介できたら、残りの2パターンくらいマジでいろんな系統のメイクをするの。めっちゃなんか甘々な顔のメイクの日もあれば、え、誰みたいなキリッとしたクール系のメイクをする日か、この顔の日があるんです。だからちょっと全部紹介できたらいつかしたいなって思ってるので、機会があれば見てくださいね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。